チャンネルです。はい、今日はですね、僕の、所有しているアンプを、紹介したいと思います。はい、こちらになります。はい、これね、僕が、まあ、ずっと所有している、1964年製のフェンダーデラックスリバーブですね。はい、こちら、いつかね、必ずこれを、どっかのタイミングで紹介したいと思ってたんですけども、まあなかなか機会がなくて、結構ね、ツーロックとか、ね、AKG とか結構、いろんなとこで紹介してるんですけどね、これをね、紹介したいなと思ってましたが、ようやくこの日が来ました。はい。で、このチャンネル初めて見られる方はですね、こういうね、ギターのマニアックな動画、どんどんアップしていくので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、いいねボタンも、ぜひよろしくお願いします。はい。これね、今日は、ちょっと昼間ね、真空管とかいろいろ、ちょっといじって、いろいろね、交換してたんで、測定したりして。で、やってたら、めちゃめちゃいい音になったんで、ぜひね、これ皆さんにちょっと聞いてもらいたいなということで、今日これを紹介したいと思います。続けてね、この、プロリバーブの方も、紹介 していけたらと思います。はい、ちょっとね、年末で今忙しいんですけど、頑張って編集していきます。28日には、金沢でライブやりますし、29日福井でもあります。はい、ぜひね、こちらもよろしくお願いします。でね、この年末にかけて、僕のね、バンド今堀義明トリオというバンドやってるんですけども、ライブアルバム、完成しました。はい、ぜひね、興味ある方はよろしくお願いします。オンラインショップ概要欄に、リンク貼っておきます。まずね、これはまあ、どこが好きかって言うと、やっぱ見た目ですよね。このブラックフェイスの、この年代ので、このね、ロゴがないですよね。この60、こっちはちょっと見えるかな、ここにロゴがあるんですけど、この年代はフェンダーっていうロゴなしで、しかもね、これデラリバじゃないです。有名なね、デラリバじゃなくて、これデラックスアンプ。なので、リバーブないです。はい。で、ノーマルチャンネル、ビブラートチャンネルという感じでシンプルに。で、一応ビブラートはついてるんですけど、まあ僕はね、ちょっと使わないんで、今日は音ちょっと出さないんですけども、はい。で、この後ろね。はい、こんな感じです。まあちょっとバックパネル外します。これがね、最近、交換してすごい良かった。ジェンセンの、P12N です。これね。はい。これもね、すごい僕、いろんなメーカーからいろんな種類のスピーカー、交換してきましたけど、この機種にはこれですね。はい。やっぱね、機種によって全部合う合わないあるんで、僕はいろいろマッチング考えて、今これがすごい気に入ってます。はい。で、真空管もこれね、6V6。はい。RCA 使ってます。これね、古いのちょっと見つけて、ヴィンテージの USA のやつ入れてます。やっぱ RCA の 6V6、 これがね、なかなか見つからないんですけど、すごい良い音しますね。で、あとこれね、やっぱ清流管 GZ34、 はい、これシルバニアですかね。はい、これもヴィンテージ使ってます。あとね、今日ちょっといろいろプリカン測定しながら、交換してたんですけど、まず、ノーマルチャンネルにはこれですね。これはね、メイドイン USA、レイセオン。はい、こんな使ってます。はい、ちょっとね、だいぶ、すいません、マニアックなことになってる。なんかね、すごいでも、いい音。これね、するんで。前も良かったんですけど、やっぱこうやってね、気分転換に、たまにこう、真空管変えるとですね、なんかリフレッシュして、いい音になることがあるんで、
これはまあ普通の RCA、はい、これも USA で RCA 12AX7、 はい。でまあここはまあビブラート用なんであんま大したやつ入れてないです。一応まあヴィンテージ入れてるんですけど、ここはまあここも RCA 一応入れてます。あとここですね、今日変えたの、はい。あ、これはね普通の GUSA ですけど GE、 はい、ジェネラルエレクトリックですかね、はい、あの原発で有名な G ですね、はい。まあこのね3つ今日変えたんですよね、すごい良くなりました。これはもう自分の練習でもよく使いますし、レッスンでもねめっちゃ使います。レコーディングも使いますし、まあこんなねヴィンテージアンプレッスンで使うとこ普通ないと思いますけど、僕はねやっぱりどうしてもいい音でレッスンとか体験してもらいたいんで、まあこういうねヴィンテージアンプよく使います、はい。でこれ好きになったきっかけはですね、このねウィン・クラウンツっていうギタリスト、僕すごい好きなんですけども、当時聴いてたアルバム、こういうアルバムあるんですね、ツードリンクミニマムっていう、このアルバムのこのアルバムすごい好きなんですけど、こう見るとですね、ライブでまあこれちょっとめちゃ見づらいですけど、これね同じデラックスアンプ、しかもバックパネル開いた状態で使ってて、まあスピーカーはおそらくセラミックなんですけど、こんな感じで使っててすごいいい音してたんで、同じやつ欲しいなと思って、はい、見つけました、はい。これはねおすすめですね、はい。ではねサウンド聞いてもらいましょう、はい。ちょっとねいつもこの端っこ置いてるんですけど、見やすいようにここ置きましょうか、この見た目がいいですよね、見た目フェンダーの、はい。でやっぱりねこの結構リーシューでデラリバとかなんかカスタムリバーブとか買う人多いんですけど、やっぱりね全然違うんですよね中身が。だからぜひヴィンテージのサウンドが好きな人はこっちを買った方がいいと思います、はい。全然違うんで、はい、手に入れました。でもちろんね 115V、アメリカの電圧で駆動してます。ステップアップトランスでやってます、はい。もう今日はねもう直でもう本当にギターとシールドとこれがあれば本当に何時間でも弾いてられるっていうようなサウンドになってます、はい。これはドイツのゾマーケーブル、使います。まあこれね2チャンネルあるんでちょうどねレッスンにいいですよね、生徒さんと、自分用の出す音という感じで。でノーマルとビブラートあるんですけど、実は結構サウンド変わります、中の回路も違うんで、まあそのね違いも楽しんでもらえると思います、はい。で ある程度今、真空管温まったんで、スイッチ入れていきます、はい。今入りました。ではノーマルからいきましょうか、はい。ノーマルちょっとね今日、真空管変えてサウンドが変わってるんで、ちょっとこのイコライズもちょっといつもと違う感じになるんですけど、ではいきます。まずノーマルチャンネルですね、thank you.
真空管変えたら結構こうキラキラするサウンド、まあフェンダーっていう感じで本当にシングルコイルが合うサウンドにね結構変わりましたね。前はねちょっとブーミーな感じしてたんですけど、例えばねフロントでこうサウンドします、この 6V6 特有の、でちょっとねサウンドの違い、こっちと比べてますか。はい、これね、こっちはですねちょっと音がね変わります。まあ真空管もちょっと変わったんで、どんな感じかっていうと、ちょっと抜け、ノーマルと比べて抜けがいい感じになってますね。まあ中に、まあブライトスイッチみたいな、回路がね入ってるんで、こっちの方が抜けがいいですよね。はい。なので、この辺はサウンドで選ぶというか、まあ、そういう使い方ですよね。めっちゃ抜けいいです。例えばもうちょいねこのボリューム上げていくと歪むこともできるんですけどね、すごい爆音になってしまいます。ちょっとね、僕こうやってそのまま抜き差ししてるんですけど、これで別に大丈夫です。抜いてです、これ刺すだけで大丈夫です。結構ね生徒さんで毎回抜いていいですかとか聞いてくる人ですけど、もうこのままで全然使えます。はい、まあ、こっちが繋がってればですかね、こっちが繋がってれば全部使えます。はい、
超ちょっと上げてみましょう。はい、という感じで、まあ、あのアンプ上げていけば歪むんですけど、僕が好きな使い方はやっぱ3以下ぐらいで、で、クリーンに太く使うっていうやり方がやっぱ好きですかね。はい、この特にね、フェンダーのブラックフェイス使うときは、3以上あんま上げずにこれぐらいでも、また単音で、感じですかね。一応セッティングとしては3ちょい下、6ちょい下、まあいつも僕6ぐらいまで上げるときもあるんですけど、この今のサウンドでしたら6 5.5 ぐらいで、ベース4ぐらいで、このサウンドだいぶ太いですね。はい、でフェンダーのいいとこはもうこの3つで完結するで、難しいセッティングいらないですね。もうリバーブすらないんで、こっちもまあ3、3、6、4ぐらい。あ、でもハイだいぶ出ますね。こっちと比べるとハイがだいぶ出るんで、5ぐらいでもいいかな。5、5、5、5ぐらい。はいはい。こっちのチャンネル5、5でもいいですね。はい。はい、という感じで、1964年製のフェンダー、デラックスアンプでした。いかがでしょうか。まあ、こういうちょっと、マニアックな、動画最近ね、アップできてなかったんで、ちょっとね、ライブアルバムの編集に本当に時間かかってたんで、本当はね、こういうの年末にかけてマニアックなやつ上げたかったんですけど、とりあえずね、これ第1弾ということで、アップします。で、次は、このね、プロリバーブ。これもね、いろいろ、聞いてもらいたいサウンド。こちらもちょっと真空管変えたりしていい感じだったんで、紹介したいです。はい。まあ、あとは要望があればね、こっち側もうちょっと深掘りしてますね。であと、サーのアンプもあるんですけど、これあんま使えてないんで、この辺も、また紹介できたらと思います。では、ぜひね、次の動画、チャンネル登録してお待ちください。最後まで、ご視聴ありがとうございました。